DeNA、東、契約更改で小久保監督を煽ってしまうわらわら。DeNA 東勝樹投手29が2日、横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、1億500万円増の年俸2億1000万円、金額は推定、でサインした。自分としても自信になったシーズンでした。しっかりイニングを投げられたことが僕の中で一番。今年同様、たくさんのイニングを投げたいです。ちょうど倍か、気持ちええな。ここ2年でくっそ上がったな。入団した時に年俸2億が夢ですみたいなこと言ってたからよかったな。自身へのご褒美購入について聞かれると、税金すごいので、税金払えるように頑張りたい、と笑いを誘った。税金払おうとしてて以来。しれっと小久保煽ってて草生える。ピュイピュイ聞こえますね。これ絶対根に持ってるやろ。納税言及するのが煽りになるのはおかしいですよ。よくわからないですね。税金って何？脱税、笑ってしまいましたね。みんなで大爆笑していました。宮城の方がいいですよ、笑い。宮城の1億6000万円超えたな。エアフォース、小久保は脱税じゃなくて脱税した上で友人に脱税の斡旋をしただけだから。煽り抜きでなんで小久保って普通に野球界にいられるんだろう。やってること相当悪質だよな。納税は義務です。